今回の動画は、料理学校を首席で卒業し、元飲食店経営者として、10年間国内海外を食べ歩いた結果、肝臓を壊した。食に人一倍こだわりのある私が、やっとたどり着いた、邪道なのに大優勝レシピを紹介していこうと思う。皆さんこんにちは、お豆です。アシスタントのプツです。梅干しが苦手な彼に何度もリクエストされた。梅嫌いの人ほど見てほしい。包丁もまな板も使わない。ワンパンでできるチャーハン動画。それでは早速、スタート。はい。今回の材料はたったこれだけ。いつにも増して少ないな。スーパーで売ってるお好きな味のちりめんじゃこと、梅干し3個分をちぎったものを用意してね。種も抜いてね。それではフライパンを軽く温めて、ごま油大さじ1を回し入れる。梅干しとちりめんじゃこを投入。どうした？実は梅干し好きじゃないんだよな。安心してくれ。梅嫌いさんも喜んで食べたレシピなんだ。酸っぱいのが嫌いな人には蜂蜜梅を使ったり、食感が嫌いな人にはもっと細かくしてあげたり、少し工夫してあげるだけで、あっさり食べれたりするよ。梅干しをメインではなく、アクセントや旨味として、上手に使ってあげるってことか。そういうことだ。皆さんは嫌いな食べ物ありますか？こんな風に克服したよ、なんて情報があったら、ぜひ教えてください。教えてください。それではご飯を入れて、軽くほぐしてなじませたら、麺つゆ大さじ2を入れ、全体をしっかり混ぜる。ここでしっかりと混ぜないと、色や味がまだらになってしまうので、全力で混ぜよう。うおー。教えてくれ。混ざったら味を見て。うなーい。物足りなければ麺つゆを足したり、塩コショウで整えて終了。え？味付けたったこれだけ？私でも作れそう。最後に強火で炒めて、焦がし麺つゆにするのがポイント。香ばしい香りが食欲をそそる。さあ、出来上がったら、お皿に盛り付けていくよ。彩りでネギや唐辛子を、乗せるのもおすすめ。海苔や大葉なんかも合いそうだな。料理には絶対これでなければいけない、というルールはないので、味付けやポイントさえ、しっかりと抑えたら、あとはいろんな具材や彩りでアレンジを楽しもう。完成。上手に焼けました。先ほども言ったように、その時冷蔵庫にあるものや、地域によって売っているものが違ってきたりする。レシピ通りに作ろうとすると、かえってお金がかかるんだよな。そうそう。なので味やポイントを抑えて、あとは家にあるものや自分の味の好みで、料理を楽しむのがおすすめ。うま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 。今回私が行ったスーパーでは、3種類のちりめんじゃこが売ってたよ。味付けは変えず作ってみたものがこちら。梅ちりめんは乾燥梅がたっぷりで、さっぱりとした口当たり。梅好きさんにはたまらない味に。よだれが止まらない。そして鮭昆布は昆布の旨味が強く、味に深みを出してくれる、和風なチャーハンに。どれも違って美味しそう。次回からも、アレンジの効く簡単レシピを、たくさん紹介していくので、ぜひチャンネル登録して待っててね。グッドボタンを押すと、再生リストに保存されるので、すぐにレシピを見返せるよ。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。